ってるよ見たなら十八点ロよみたんラジオ。2014年1月10日金曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組よみたんラジオ、本日のナビゲーター私マサヤでございます。皆さん顔の色ありますかね、あの顔の色ね、この寒さでねガチガチガチってねこわばった顔してませんかね、元気な顔ね、ぬくぬくしてくださいよ皆さん。おはようございます。寒いですね。ここ沖縄でもちょこっと冷えてしまってますけども、風邪などひかず元気にいきましょう。そんな、沖縄県47の市町村がある中にここ読谷村もございますけども、そんな沖縄県読谷村、日本一人口の多い村でございます。日本一人口の多い村でございます。おはようございます。その村民の一人マサヤでございます。1月10日金曜日、1月10日110番の日なんですね。さっき知りました。警察の方々がね、地域の安全を守ってくれるのでね、我々も安心して毎日をね過ごせたりすることもできますけどもね、まあ、何かあったら110番というお話なんですけども、ただ先ほどのこの、観光情報番組よみたんラジオの前の番組イモーニングよみたんの情報番組でも言ってたように、緊急時の110番とは違って、まだ相談事とかね、何かお困り事で相談したいとき、警察に連絡したいときは110番の前にシャープで数字の9110という番号を押して、この警察につなぐということを覚えててほしいので、皆さんぜひこの、ね、何でもかんでも110番という風にしないで、何かあったら、ね、緊急時以外のちょっとお困りごととか相談ごとがある場合は、電話をする前にシャープで数字の9110という風に、ね、番号を打って、連絡をしていただきたいなという風に思います。まあそれでもね、何かあったらね、本当に警察の方々ありがたいなと思いますけども、ただねこの番組もそれと似てることがあるんです ね、おめでとうございます。沖縄に旅行に来て何かいい情報ないかなとね、困った時に、そう今あなたが聞いてるこの番組、観光情報番組読谷ラジオ、しかも毎日朝9時から皆様に読谷の情報をお届けしてますよ、ね、チャンネルは FM78.6MHz よろしく、ちょっとこじつけなんですけど無理やりっぽいんですけどもね、よろしくお願いします。まあそれでも旅行のお供に読谷ラジオ、ね、もっと沖縄を楽しみたいなら読谷ラジオ、なんだろうな、旅に一味加えましょう、よみたんラジオでよろしくお願いいたします。さあこの番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんにここよみたん村の良さをすべてお伝えしていく番組でございますよ。ここ
キーワード大切。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますよ、ね、この番組車でご自宅で会社で聞かれている方様々だと思います。車でね聞いている方、まあ、レンタカーで聞かれている方、車に、装備されているナビを使って、まあ、その道順を検索して、ね、ナビが教えてくれるわけなんですよ。そこ右です、あそこ右ですっては言わないですね、ナビね。次の信号右ですとか、右って右折ですとか言いますよね。こういうふうに決まったことしか言わないじゃないですか、ナビって、ね、もちろんそれで、ね、誘導して、まあ、間違えることなくその目的地に行けたりするんですけども、ただナビが教えてくれない情報をここからゲッツ。110番の日、本日の担当、私マサヤでございます。ほらね、ノリノリなナンバー、ドライビングナンバー用意してます。踊りたくなる気持ちはわかります。だったら路肩に止めて踊っちゃってください。本日のドライビングナンバー、タナージャサンタマリア。寒い寒いとばかりね、言ってたら、もうこの良さを感じるためにね、外に出なくなってしまう。自分の足で歩いて外に出てね、沖縄を満喫していただきたいと思いますよ。そういうねちょっと、後押しをしてくれるナンバーを選ぼうと思って、タナージャサンタマリアおかけしております。さあこの後の番組の流れご紹介しましょう。この後天気情報を皆様にお伝えし、 CM 当て何でも調査団、読みたん何でも調査団のコーナーをお届けします。さあこのコーナー、ナビゲーター私マサヤ自ら読みたん村のいろんな場所に出かけて、取材をしてきたやつを皆様にお届けするんですけども、今日は読みたんのぜんざい屋さん、読谷村ザキミにございます。鶴亀堂ぜんざいさんの、情報を皆様にお届けしますけどもね、その他読谷で美味しい食事ができる食の紹介なんかもね、していきますのでよろしくお願いいたしますよ、ね、満喫できる読谷村を満喫できる情報、イベント情報、聞いて納得、聞いて得する情報を皆様にお届けしますので、10時までのお付き合いよろしくお願いしますね。
観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますけども、あのね、なんかこの寒さっていうのは全国的らしいです ね。なんか北極の影響もあるということを聞いたんですけども、デージャースさ、北極はねえすごいですね。まあでもね、この寒さもかえってね、身を引き締めるというかね、シャキッとさせてくれる、まあ、1月今年初めの、まあ、新年も迎えて10日になってるんですけども、そういうシャキッとして、くれる、シャキッとしてくれるってシャキッとさせてもらえる感じがしていいかなというふうに思いますけども、ただ風には気をつけてください。9時10分でございます。ここからは皆様に天気情報をお伝えしましょう。まずは天気概況からです。沖縄本島地方では11日未明にかけて高波に注意してください。また11日まで空気の乾燥による火の取り扱いにも注意が必要です。乾燥してるね、確かに目がしょぼしょぼしてる。私も沖縄地方は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、ところどころで小雨が降っています。10日沖縄地方、大陸の気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りますが、沖縄本島地方や大東島地方は高気圧に覆われるため次第に晴れてくるでしょう。そして明日11日沖縄本島地方や大東島地方では、高気圧に覆われておおむね晴れますが、先島諸島は気圧の谷の影響で曇る見込みです。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴ってしけてますから、海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください。続いて天気予報。本日北の風やや強く、後北東の風やや強く曇り、昼過ぎから晴れ、波の高さは4メートル後3メートル、うねりを伴う。本日の日中の最高気温16度、本日の降水確率は午前午後 20% から 10% となっております。曇り空から太陽のマークというふうに、今日の天気予報出てますけども、まあ、それでも日中の最高気温が16度ということで、まあ、16度以上は、ね、ならないのかなという感じではあるんですけども、で明日の、日中の最高気温、まあ、今日より2度は上がる、まあ、ということで18度というふうに出てはいるんですけども、それでも、ね、本土で、ね、まあ、沖縄に旅行に来た方が、あ、沖縄は暖かいと、ね、思う方多いと思いますけども、まあね、向こうでは氷点下っていうふうに言われる気温もね、今現在あるわけですけども、まあ、それでも暖かい中でもずっと外にいてしまうと風邪をひいてねしまう可能性もありますので、そういうちょっと上から何枚か羽織れるやつを持っての、ね、お出かけをおすすめしたいと思いますけどもね、ぜひ皆様、沖縄の旅を満喫する中ではその健康であったり安全運転であったり、そういうことも、大切ですので、そういうことを意識していただきたいというふうに思いますよ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村、他各社の提供でお送りします。本日の放送もここ読谷村高志法にございます体験王国紫村サテライトスタジオからの生放送でございます。101の体験ができるテーマパーク、32の工房、101の体験ができる体験王国紫村、その駐車場真向かいに FM 読谷のサテライトスタジオがございますけれども、本日もそこから生放送でお送りしてますよ。体験王国紫村に来ながらでも、ね、読谷に来ながらでもこのスタジオを見に遊びにいらしてくださいね。駐車場には朝早くから観光バスが、そして、個人タクシー、ね、修学旅行生でしょうか、たくさん訪れてますけどもね、ぜひ体験王国紫村さんにも足を運んでいただきたいというふうに思いますよ。さあ CM を挟みまして、読谷なんでも調査団のコーナーをお届けします。本日の読谷なんでも調査団、冬でも美味しく食べられる
沖縄ぜんざいの情報を皆様にお届けしますよ。観光情報番組読谷ラジオお送りしております。生放送ですよ。本日の放送もここ大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてます。あの人間ってね、いいないいな、ね、生きてるっていいな。でもその生きてる中でいろいろありますね。ね、笑うことだったり怒ることだったり、ね、考えることだったり、ね、泣いたりいろいろあるわけなんですけども、できたらね、泣かずに笑って人生というのは、楽しく過ごしていきたいなというふうに思いますけどもね、そういうちょこっとちょこっとだけ泣いている方ね、ちょっと寂しいなと思っている方、こういうジングルどうでしょうか。おい、もう泣くなよ笑った顔見せてくれよ。一緒に観光情報番組読谷ラジオ聞いて楽しもう。ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオ。読谷なんでも調査団。ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。時刻は9時18分でございますよ。どちらに出かけるんですかね。車に乗ってるんですか今。あ、今から車に乗るんですか。どっちなんですかね。そういうどっちだよっていう一言でもメッセージいただけたら嬉しいですけどね。レンタカーをご利用されている方、OTS レンタカー、オリックスレンタカーをご利用されている方、車内にドライブマップという雑誌が置かれてませんかね。さっきどかしたやつですよ。あのダッシュボードの上に置いたやつ。そうそう、それ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 。当たり当たり当たり。この中をちょっとパラパラとめくってもらっていいですか。そう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 。ね、なんかチラシが挟まれてません。緑色の緑って言うんですけどね。だ、言い方変えただけなんですけど、そう、このチラシ観光情報番組読谷ラジオね、
入ってますよね。私が今喋ってるこの読谷ラジオのフライヤーでございますよ。旅に一味加えましょう。物語が生まれる村、読谷村。沖縄県読谷村、日本一人口の多い村、それぐらい人が集まり魅力がある読谷村でございます。昨日ね NHK で、あ、ごめん、ちょっと帰国子女がバレてしまいますね。発音がね、 NHK で2回目言っちゃうね。見ました皆さん、テレビ読谷ね、日本一人口の多い村放送してましたけどもね、そういう読谷村魅力があるというね、ことでございますけども、今日私が、今から皆様に、紹介するのは、そんな読谷のおすすめするぜんざい屋さんのご紹介でございますけどもね、ぜひ沖縄に来た際、読谷に来た際には訪れていただきたい鶴亀堂ぜんざいさんのお話でございます。いきます。読谷にはたくさんの、特産品、名物がございますけども、ここも、まあ、読谷の名物と言っていいでしょう。私この場所に来ております。自己紹介お願いします。ザキメグシクを見上げるそのふもとに、こだわりの豆、こだわりの氷、こだわりの味、鶴亀堂ぜんざい。いや、急な秀樹さんのお店、急な、秀樹さんのお店、なんで2回言うわ鶴亀堂ぜんざいに来ております。秀樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時期、はい、まあ、観光客も多くいらっしゃってると思うんですけども、そうですね、ぜんざいの売れ行きはどうですか？ぼちぼちです。ぼちぼち。いや、まあ、夏はね、もうひっきりなしのお客さんですけども、はい、はい、もう今の時期はぼちぼちな形で、うん。まあ、それでも沖縄特有というか、ここでしか味わえないぜんざいがあるということで、はい、いろんなこの情報をもとに訪れる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、もう秀樹さん一番おすすめなやつ、まあ、全部おすすめだと思うんですけども、はい、鶴亀に行ったらこれは食ってくれっていう全然ありますか？パープルダイナマイト。なるほど、パープルダイナマイト。これはどういう商品の？はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お客さんが来ております。あ、どうぞ。はい、パープルダイナマイト、はい、ベニーもね、ヨミタンの特産品、はい、これを使った特産を使った、うん、ベニーモと、あと、鶴亀堂オリジナル黒糖生姜シロップを買ったとかですね、うん、なるほど、はい、ここでしか食べれない。そば3つください。はい、そば3つ入りました、はい、秀樹さん。じゃあ、ぜひ沖縄にヨミタンに来た際には鶴亀堂ぜんざいさんに足を運んでくださいね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今皆様にねお届けしたのが読谷村ザキミ、ザキミ城跡、ね、世界遺産に登録されているザキミ城跡、真向かいにある鶴亀堂ぜんざいさんの、ね、急な秀樹さんからのお話を皆様にお届けしたわけなんですけども、やっぱりね、取材中もひっきりなしにお客さんが来るわけなんですよ。本土からいらした方、地元の方ね、はるばる那覇からいらした方とか、もう本当にね、ひっきりなしにお客さんが来るということでね、でまた活気があるんですよ。この店内に入ると、まず、まあ、もちろんこのメニュー、ぜんざいメニューたくさんございますけどもね、その店内に入ると雰囲気がまた元気がもらえるというかね、行くだけで元気になれる場所にもなってますのでね、何か鶴亀パワーというんですかね、そういう、パワーをもらいに、ちょっと気分が落ち込んでしまってるっていう方、鶴亀堂ぜんざいさん入っていくともうパワーがもらえるので、そういうパワーをもらいながらまたここで食べるぜんざい、あの秀樹さんも言ってましたね、パープルダイナマイトおすすめですよと。はい、ぜひこちらの方を食べていただきたいと思います。皆さん寒い時にアイスクリームなんて食べません？全くそれと同じで、沖縄のぜんざいというのはね、かき氷なんですよ。かき氷なんですよって、かき氷がぜんざいって言い方もおかしいんですけども、沖縄のぜんざいというのはね、冷たいんですよ。まず食べてみてください、鶴亀堂ぜんざいさんで。はい、でこの食べた後のこの美味しさ、自分の口の中でね、感じていただきたいというふうに思いますよ。
そして読谷に来た際にはこういう鶴壁堂ぜんざいさんもご利用しながらね、やっぱり沖縄って言ったら海ですよね。そういう海を見ながらお食事ができる、お店、こちらね、あのオーシャンズピザという、場所がございますけども、この場所というのもね、ここ大天国紫村さんに近いです。うん、あの東シナ海の、まあ、定食を望む全席なんとオーシャンビューの席、オーシャンズピザでございますけどもね、ピザの食べ放題コースというのがあって、これがなんと1000円切って980円で食べれるわけなんですけどもね。でそのオーシャンズピザさん、ピザだけではなくてその、お店のこだわりのスパゲッティというのも置いてまして、このアメリカンスパゲッティというんですけども、これもまた1000円切って945円で食べれると。で食べ放題コースはこのサラダバーとかですね、スイーツなどメニューも充実しておりますので、ぜひこのオーシャンビューを眺めながら、ね、東シナ海の定食を、見ながらこのピザを食べると、ね、もしくはこのアメリカンチックな料理を食べる、まあ、沖縄だからこそ食べれるこのアメリカンチックな、食べ物っていうのもありますのでね、沖縄ならではの文化の中にこのアメリカの文化というのもちょこっと入ってますので、そういったのをね楽しむために、訪れるっていうのもいいのかなというふうに思いまして、皆様にご紹介したわけなんですけども、でそれ以外にも読谷村、飛行場跡地という場所がございます。その飛行場跡地に読谷村役場とかね、そのグランドだったり、読谷の、はい、伝統工芸品の一つユンタン座花売事業協同組合もありますし、まずはこの読谷村役場周辺に来ていただいて、そこからいろんな情報をゲットするっていうのもおすすめでございます。で、それ以外にも読谷村のいろんな情報をゲットしたいという方、もう贅沢なあなただったら、だったらよ読谷村キナというですね場所にキナ番所という、施設がございます。まあ、施設というか、まあ、今でいう、役場みたいな跡地なんですけどもね、キナ番所、そちら訪れてもらうと、音声ガイドとかね、うん、あります。読谷のいろんな場所をここで情報をゲットできる場所にもなってますんで、まあ、もちろんその木那番所の歴史も感じながら、また中に入るとまたこの木の香りがまた癒しをくれるというか、そういう場所にもなってますので、木那番所、ね、58号線沿いにございます。そういう場所で皆さん情報をゲットしてもいいかなというふうに思いますよ。読谷なんでも調査団、読谷のいろんな情報をお伝えしていきましたけれども、ね、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思いますよ。で読谷村大鳥マップという地図も発行してます。はい、読谷の情報をディープでコアな情報をゲットできる、読谷村大鳥マップというのも発行してますので、もちろん無料で、はい、観光協会さんが出してます。そちらもゲットしていただきたいというふうに思いますよ。一旦 CM を挟みまして、 CM 明け、ここ大天王国紫村の、インフォメーションを皆様にお届けしていこうと思っておりますので、チャンネルはそのままでお付き合いよろしくお願いします。アイアナ、夢の
観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。もちろん生放送ですよ、ね、今あなたの隣にいますよ。怖いですね。さあ良い子のみんなも聞いてますか、ラジオ。良い子のみんな、ね、お利口さんにしてるとミッキーマウスが来ちゃいますよ。あいやな、夢の国に来たつもりだったけど、なんでここどこになってんのこれ。あれなんでなんいや僕ミッキーだよ。おい、あんたミッキーマウスじゃないか、なんでこっちにいるの。いや僕ミッキー、みんな聞いてる観光情報番組読谷ラジオだよ。何、読谷ラジオ。そうだよ、みんな聞いてる。あいやら、ミッキーマウスも聞いてる読谷ラジオ、みんな聞くんだよ。あなたも沖縄を体験、紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが、楽しいがいっぱい体験王国紫村でございますよ。もちろん体験もできる紫村ね、と一緒に美味しい沖縄の食事もできる体験王国紫村でございます。そんな紫村の情報を皆様にお届けしますけども、一緒にこのコーナーを進めてもらうのは、歩くなら、あ、歩くならじゃねえ、歩くなら歩けばいいさ、国吉潤さんです。おはようございます。おはようございます。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あの去年、はい、12月何日だったか忘れたんですけど、はい、最後の日、はいはい、紫村さんとのこの去年のね、はい、潤さんお休みしましたよね、仕事が忙しくて。最後の日ですか。最後の日、一緒に番組やるつもりだったのに、はいはいはい、あと最後ねって話してたのに、お客様の対応で、そう、すいませんね。いやいや、もう仕事が一番ですよ。もう忙しいことはいいことなので、いい、今年もよろしくお願いします。いい、潤さん、はい、馬年、はい、どういう年にしようと思ってますか。パッカパッカのお年にしたいと思います。おい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 、お前また朝だぞ。お前この野郎。それじゃないですけど、パカパカ走る。そうです、全速力で走っていきたいと思います。今年は、アジチョビを、はい、全速力、はい、時には止まりなさいよ。そうですね、うん、どっちやんか。はい、もう体力ある限り、うん、ちょっと今年はですね、うん、走っていきたいなと思います。さすがだね。今年はそっか、あれか。人生でね、本当に人生を変える。そうですね、行事も今年は、はい、待ち構えてるというか。素晴らしい、おかげさまで、はい、ね、頑張ってよ潤さん。はい、頑張ります。そんな国吉潤さんとお届けしますけども、潤さん、はい、もう新年からね、この観光情報番組読谷ラジオもやってるんですけども、はい、紫村さんも新年からね営業してまして、はい、どうでした正月入りっていうのは。はい、お正月、うん、まあ本土の方からですね、うん、観光客の皆さん、はい、大勢沖縄の方へ来られてまして、うん、まあ、近隣のホテルさんとかですね、はいはい、まあ、ホテル紫村という我々の園内にも宿泊施設がありますが、うんうん、ね、そちらもおかげさまで、満室という状況で、はいはい、にぎわっておりました。でそんな中、あ、はい、1月1日から現金営業させていただいて、はい、まあ、午前中はですね、餅つき大会などを開催して、うん、ね、お客様と一緒にですね、はい、松田さんに取材していただきましたが、お客様と一緒に、まあ、餅をついて、うん、はい、つきたての美味しいお餅をですね、そのまま食べてみたり、ぜんざいにしてみたりとか、うん、そういう形で皆さんに振る舞って、はい、みんなで食べたという形で新年1日からまたね、幸先いいスタートですよね、はい、本当にいい天気でしたので、ね、はい、大勢のお客さんで、はい、
楽しんでいただけたかなと思います。はい、でそういう紫村さん、もちろん101の体験もできながら美味しい食事もできるわけなんですけども、はい、新年からも本当にいろんなイベントことが盛りだくさんなんですけど、そうなんですよ、まずはこちらの情報から、はい、そして、2014年ですね入りまして、うん、紫村ではですね、この園内の中にまたこの赤瓦をあのステージにしたですね、はい、くくる奏劇場という場所がありまして、ありますね、うん、そこで、くくる奏劇場公演2014の新春の、はい、イベントということで、今沖縄の読谷の伝統芸能を見てほしい、うん、はい、もうそのままですね、まあ、まあそのままなんですよ、ね、はい、そのまま皆様に訴えている形になりますが、いやいや、うん、まあ、沖縄とあと読谷、はいはい、こちら我らが日本一のこの読谷村のですね、伝統芸能、うん、こちらを見ていただきたいということで、うん、沖縄伝統芸能といえばやはり、世界遺産のですね組踊り、うん、こちらを、上演いたします。そして読谷の伝統芸能はですね、今回、まあ、読谷にもたくさんの伝統芸能、あの誇らしい芸能ありますが、その中でですね、まあ、紫村もありますこの高潮という地域の、はい、伝統芸能馬めというですね、ね、馬が舞うと書いて、はい、馬め、馬めというこの、はい、伝統芸能を、この舞台で披露させていただいております、うん、そして、まあ、沖縄、代表もかなり有名なエイサーというですね、エイサーね、はい、伝統芸能もありますが、うん、そちらを組み合わせたですね、はい、まあ、一部二部と、二部構成になってますが、そちらの公演を、うん、新春ということで、もう1月、最初の土曜日4日か、はい、1月4日から先週終わりましたが、はい、4日からです、ね、スタートして、はい、2月の、最後までの毎週土曜日ですね、うん、合計8回、はい、これをもう毎週打っていきますので、なんと明日、明日って明日、はい、明日ですね、はい、第 2回目ということで、うん、このくくる奏劇場新春公演ですね、11日ね、はい、うん、行います、はい、その内容はですね、うん、まあ、今言った流れではあるんですけど、この組踊りの作品はですね、はい、また、明日は、終身鐘入りというですね、そう、終身鐘入り、はい、もう有名な作品になりますが、そちらを、舞台で披露いたしますが、明日ね、うん、はい、でエイサーとこの地域芸能高潮の馬名はですね、はい、見れると、こちらも、はい、入ってまして、うん、その2つが、3つですね、はいはい、見られるという形で、で、まあ、先週はですね、うん、組踊りはまた二道的打ちというですね、はい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 、こちらもまあ有名な作品ですが、うん、この二道的打ちと、終身鐘入り、この組踊りをですね、日本を、まあ、週替わり交互にですね、うん、行っていくという形になりますので、先週が二道的打ちで、明日が、終身鐘入りとなっています、うん、でまた次の週はまた二道的打ちとなりますので、まあ、興味があるお好きな作品の日にですね、うん、ちょっとお時間、作っていただいて、皆さんぜひ見に来ていただきたいなと、はい、思っております。そう、体験王国紫村の園内にあるくくる奏劇場なんですけども、はい、そうなんですよ、純さんちょっといいですか、はい、人が集まれば誰かが三線を弾き、はい、すぐみんなが踊り出す、はい、まあ、これが沖縄なんですけども、沖縄の人々は音楽と踊りが大好きと、はい、しかしそんな沖縄でも伝統的な芸能は難しい、分かりにくいと敬遠されがちということなんですけども、はい、でもそれが沖縄、これが沖縄、はい、この沖縄独自の伝統芸能をもっときちんと評価して、はい、でエンターテインメントとしてのこの認知度を上げると同時に踊り手の育成を意識すべきと考えて作られたのがこのくくる奏劇場、そこで見る伝統芸能沖縄琉球を感じることができます、はい、でもちろん琉球語ということで、地元でない方は言葉がわからなかったら楽しめないと思う、ノーノーノー、そうじゃない、はい、ね、そうなんですよ、そう、そうじゃない、はい、上演中はですね、うん、またモニターではこの字幕もですね、そうつけて分かりやすく解説が、見ることができますし、そう、またこのスタートの前にはですね、この組踊りとはこういうものですよっていうのをまた映像で紹介したり、うん、あとは、まあ、進行役の方もいますので、はい、そちらがまた解説もですね、少し説明をして、うん、はい、皆さんが舞台をですねより楽しめるような形でご紹介いたしますので、うん、とても分かりやすい、はい、はい、なので、結構まあ近隣このホテルさんからですね、鎌倉の皆さん、うん、まあ、定期的に売ってますので、うん、まあ、ホテルのスタッフの皆さんから紹介いただいて、はいはい、ご覧に来られる方もぜひ、はい、選手も多くいましたので、うん、ぜひですね、韓国客の皆さんだけでなくて、うん、まあ、地元の方々にも本当に見ていただきたい作品になってますので、はい、本当になかなかね、本当見る機会は確かにないと思うので、国立劇場、はい、まあ、南部のね、そうですね、そういうところでしかやらないものを、はい、ここ読谷 で、ね、紫村くくるでやるので、はい、
ぜひ来ていただきたいんですけども、はい、これ大人料金チケットが、はい、大人がですね3000円、うん、で、子供が1500円という形になります、ね、なります。で時間はですね、うん、夕方の6時30分、はい、こちら開場しまして、うん、で7時から開演ということで、はい、約2時間になりますのでぐらいですね、はい、9時ぐらいの終了という形になります、はい。毎月1月2月の毎週土曜日、こういう沖縄の、まあ、伝統芸能、とか組踊りが見れるということなんですけども、はい、紫村お問い合わせ098-958-1111 098-958-1111 までお問い合わせください。そして純さん、はい、今日はなんと、はい、このラジオを聞いてる皆様に、はい、この今週行われる1月11日、はい、行われるこのイベントの、はい、無料チケット、はい、ペアで3組に、はい、プレゼントいたします。皆さんよろしくお願いいたします。本当に今の、ね、沖縄読谷の伝統芸能を見てほしいというふうに、うん、冒頭で純さんが言ってましたけども、本当にまさにその通りで、はい、この、ね、チラシにもいいこと書いてます。フライヤーにも仕事に子育てにいろんなことを頑張ってきたあなた、特にお母さん、ね、新しい年新しい楽しみを見つけてもらえたらいいなということで、お母さん自分にプレゼントしませんか、もしくは旦那さんと一緒にこういう伝統芸能見てみませんか。チケット、はい、無料チケット FM 読谷に直接取りに来られる方に限らせていただきます、ね。電話番号 FM 読谷098-958-7860 098-958-7860 まで、チケット欲しいよくくるかなで劇場というふうに言ってくださいね。そしてお名前と電話番号忘れずにお伝えください。これラッキーですね。そうですね、ありがとうございます。どういたしましてもうこれ今年からこういうにして、なんかお年玉ではないけど、はい、もらえるとは。まずはそうですね、一度見ていただきたいなと思います、うん、はい。あの本堂の方でもぜひこれね、あのゲットして見ていただきたい、はい、明日行われますの で、 そうです、ね、ぜひ体験王国村里でこれ開演が、はい、夜7時そうです、ね、になってるので、まあ、会場が夜の6時半になってるんですけど、はい、その前に101の体験が出てる、ね、場所になってるんで、はい、ちょこちょこっと遊んで、うん、フラッとその会場にすぐに行けますからね。はい。で、ジュンさん、今年はあれですか、この修学旅行生の入りというか、今日も朝から修学旅行って1月ってやってるんですね。やってますね。もう早速びっくりやっす、はい、紫村もですね、本日から修学旅行の皆さんお迎えしております。来てたね。はい、年明け学校寒いかな本土から来てるけどそうですね、結構皆さんね、うん、まあ、こんなに沖縄も寒いんだっていう方もいらっしゃれば、感じるやはりただ雪国から来られる方々からしたら、もう全然涼しいですよっていう方もいらっしゃいますね。まあ、場所によっては変わるか、はい、まあ、そういう感じでお客様と会話するのもですね、我々スタッフのそうだよ、ね、はい、楽しみでもありますし、ぜひこういった形で交流していきたいなと思っておりますので、うん、あの純さんも園内うろうろしてるので、ね、探してもらいたいと思います。あと園内にシーサーが何体隠れてるんですか。シーサーがですね、うん、なんと1000体を目指して、1000体を目指して隠れてるんだよね、はい、隠れておりまして、うん、これまあ、面白いねこれね、いろんな形のシーサー、いろんなユニークなシーサーからですね、あるからね、かっこいい焼き物のシーサー、うん、そして大きいシーサーとたくさんありますので、うん、のはい、人と一緒ですね。人もいろんな、はい、顔があって体格があって大きさがあるんですけど、シーサーもいろんなシーサーがあるんで、こういったのを探しながら園内うろうろするのもいいと思いますよ。ぜひ、うん、で体験もしながら、そうですね、今年も馬年ですし、園内にはお馬さんも、そう、はい、馬と触れ合える、ね、沖縄乗馬クラブさんというのもありますので、はい、101の体験の中にね、やってください。はい、よろしくお願いします。純、はい、さん今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。体験王国紫村情報国吉純さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
ついに完成した我々のロケットが。前川君、今こそ飛び立つぞ。はい、隊長。よし、じゃあ出発しようか。ところで、どこに向かうのですか、隊長。そうだな、観光情報番組読谷ラジオを聞きながら決めようじゃないか、前川君。なるほど、観光情報番組読谷ラジオですね。そうだよ、前川君。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。読谷村高橋地方にございます体験王国村崎村サテライトスタジオから生放送でございます。先ほど村崎村情報でお伝えしました、今沖縄の読谷の伝統芸能を見てほしいということで、村崎村園内にあるククルカナデ劇場で行われているですね、沖縄の伝統、組踊り、そして、この地元の方々によるこのエーサーですねとかいろいろやってますので、ぜひ村崎村さんにもぜひ足を運んでいただきたいと思いますけども、なんと先ほども言ったようにその組踊りが見れる、ペアチケット3組にプレゼントをいたしますよ。直接 FM 読谷に取りに来られる方に限らせていただきますね。これね、大人、通常でチケット買うと大人3000円、子供1500円、こちらを無料でペア3組に、はい、プレゼントしますので、ぜひ欲しいよという方は FM 読谷に電話をしてください。電話番号が 098-958-1111 098-958-1111、あ、失礼しました、大変失礼しました、今の番号は紫村ですね紫村にはね、何か聞きたいことを問い合わせがある場合には 958-1111 に電話をし、チケット欲しいよと、無料チケット欲しいよという方は FM 読谷、 FM 読谷の電話番号が 098-958-7860 098-958-7860 にチケット欲しいと電話してくださいね。よろしくお願いします。ありがたいですね、メッセージが届いてるので紹介しましょうね。こちらは熟しこれですね、まさやさんおはようございます、ラジオネームなおですと。もうなおさんいつもありがとうございます。もうね、はい、実は今年の初夢でマサヤさんと話をしている夢を見ましたね。今年初めて見た、夢は FM 読谷のスタッフさん、マサヤさんでしたよということでね、あ、なおさんの夢にお邪魔しましたね、私ね、はい、大変申し訳ございません、なんかありがとうございます。で、だ、話は変わり、この番組の前にやってる読谷の情報番組ね、イモーニングという番組があるんですけども、そのイモーニング内でも、紹介した方、なおさんの友人ですね、島道さんという方、なおさんが以前仕事で、読谷を案内したご家族らしいんですけども、あ、観光情報番組読谷ラジオもその時聞いたそうで、静岡から、へえ、来てた家族だったんですね。あ、なるほど、それでさっきの番組も静岡からメールが来たんだ。静岡って寒そうっすね。あー、なんかお茶ってイメージが強いんですけども、すいませんね、もうね、こういうにして読谷ラジオ、聞いてる方は全国にいっぱいいると思いますね、これからも読谷の情報を発信してくださいとなおさんからいただきました。
嬉しいですね。こういう字して静岡からネットで動画で見ているんでしょうか、島道さん、はい、沖縄のマサヤと申します。今度来る際にはね、沖縄に来る際にはお茶をいただきたいと思いますので静岡のお茶飲んでみたいわ、よろしくお願いしますで、これ水曜日にいただいたメッセージすいません、しかもこれ宮古からね、いただいたメッセージごめんなさい、その水曜日にあの読谷のね、ユンタンザ花ウィのこの工芸品の紹介をしたわけなんですけども、宮古にもねそういう場所がある、似たような感じがあって、で、宮古の、東変なという、朝があるそうなんですけども、なんか読谷に似てるねということでね、宮古島から、ラジオネームあやみファンクラブという方からいただいたメッセージがありますけどもね、すいませんちょっと今になってしまったわけなんですけども、宮古からも静岡からも本当に全国から聞いていただいてるね、観光情報番組読谷ラジオありがとうございます。もうねもうラストになってしまってますけども、この後も安全運転で沖縄を楽しんで、そして読谷に足を運んでいただきたいと思いますよ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村、他各社の提供でお送りしました。あなたも私も読谷ラジオ、寒いですけどね、ヤーグマイしないでね、外に出てもうビンビン遊びまくりましょうよ皆さんね、新年のまだ初めでございますよ。この後も安全運転で読谷村ね楽しんでいただきたいと思います。さようなら。